これからお休みの方、これからお目覚めの方、今宵偶然この映像を目にしてしまったあなた、ようこそごきげんよう。後藤輝樹のポコチンの時間です。今から皆さんにはチンポコを出し合ってもらいます。私の戦闘力は53万です。愛せポコチン、優勢出すぞポコチン。ポコチン、チンコ主義ってなんだ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 。正直私もわからない。この番組はポコチンをポコチンによるポコチンのための番組、ポコチンを健全にポコチンと呼べる社会を目指した放送しております。なおこの番組は全てフィクションなのであしからず、今日はスペシャルゲストとしてビチョビチョ交番州ズブンネレ大学よりビッグボインマグナム G7 教授をお招きしております。番組後半お楽しみください。お便り、いつもポコチンを出して聞いてます。ありがとう。開放感がありますね。そうだね、チンコはチンコチンポコポコチンというのに、マンコはマンコマンポコポコマンと呼ばないのはどうしてですか。これは確かに重要な問題だね。しこたくんならわかるかな。おーい、しこたくん聞いてた。うん。あ、なるほどね。さすがしこたくん参考になります。街角情報局、おーいしこたが行くでは、しこたくんに来てほしい街、こんなものでしこってほしいなど、いろいろ募集しております。宛先、後藤輝樹@ポコチン.com、 後藤輝樹@ポコチン.com、ポコチン .com、 ポコチン .com、 ポコチン、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 チンポコトラックには引っかからへんで、お便りお待ちしております。この番組はチンチン、おチンチン、おチンチンホールディングス、おチンチンフィナンシャル生命、チンチン&コー、チンチン&チンチン、いや俺一つくらい民主的なチンチンがあってもいいと思う、しげないベイベー、以上各社の皆さんでお送りしております。次は、チンコにまつわる言葉をした川柳、チンコ川柳のコーナーでございます。この企画は放送禁止用語を、自ら発信していくという、世の中に風穴を開けていく、そういうコーナーでございます。いきます。お風呂でね、抜いてみようよ少しずつ、お風呂でね、抜いてみようよ少しずつ。皆さんはご存知でしょうか。ああ、きっとご存知でしょう。日本人の8割は火星方形です。私の戦闘力は53万です。供託金300万円は高すぎます。どうせ帰ってきやしない、バカ野郎ドーン、二度と来ないでちょうだい。